こんにちは、フロクレビューチャンネルです。今回は5月7日発売のインレット6月号を開封レビューします。インレット6月号の特別付録はスヌーピー、保冷と常温が分けられる畳めるエコバッグです。スヌーピーの保冷と常温が分けられる畳めるエコバッグ。前面側にはスヌーピーとウッドストックのプリント入り、後ろ側は無地です。インレットが縦向きでも横向きでもすっぽり入る大きめサイズ。持ち手は肩掛けでも使える長さ。長めの設計なので、身長 160cm で手持ちした場合、中身を入れるとバッグの底が少し地面につきます。バッグのサイズ的にほとんど肩掛けで使えそうなので、個人的には気になりませんでした。持ち手は綿素材の柔らかいテープ。一見普通のエコバッグといった感じの形。開くと中はこんな感じで2種類の素材が使われています。今広げているのは背面側にある常温スペース。間違があるので底面も広くなっています。常温スペースの素材はやや薄手。間違があるので食品もしっかり収納。お買い物の場合、常温で OK のものやお菓子の箱など水滴で濡れるのが嫌なものもこちらに入れられます。前面側の入れ口にファスナー付き。開口部の縁についているので邪魔になりません。ファスナーを開くと保冷スペースになっています。保冷素材はかさばらないスリムなタイプが使われています。常温スペース、保冷スペースは底面から2分割はされていません。常温スペースを開けた状態でめくると、前面側に保冷スペースがくっついているイメージ。保冷スペース自体に底待ちはありませんが、常温側までスペースを広げて使えば食品も入れることができます。冷たいまま持ち帰りたい食品やドリンク類にも便利。これからの季節は保冷スペースにドリンクを入れて出かけても良さそうです。保冷スペースを使用しない場合、ファスナーを閉めておけば普通のトートバッグの形で使えます。畳み方もシンプル。
縦に三つ折りにしてくるくる巻いてスナップボタンを留めればコンパクトに。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。